今はサッカーしかないですね。サッカーで食っていくっていう、まあ、今のチームとうまいこと契約に結びつけて、あとはもうちょっとずつちょっとずつステップアップしていくっていうんですかね。本当にサッカー以外のことはあんま考えてないですね。土日は食事が出ないため元気さんが台所に立ちます。あー、いい感じですね。料理を覚えたのもペルーに来てから。そんな食べんの？これもいけるんですよ、僕は。美味しいですね。なんかパスタ麺がパサパサに見えますけど。ちょっと茹で汁間違えて全部捨てちゃったんでパサパサになっちゃいましたね。グランドと下宿先の往復、元気さんの生活は1年間ずっとその繰り返しです。翌日も朝8時からグランドに。見込みがないと判断されればすぐに首を宣告される厳しい環境。元気さんがこのチームに来てから2週間が経ちました。共に練習をしているプロ選手たちは元気さんをどう見ているのでしょうか。Buen jugador, rápido, como el estilo japonés, rápido, disciplinado, pero poco a poco va a ir entrando al grupo, pero es un jugador hábil.Rápido. Es un buen muchacho con condiciones. Yo creo que a la medida que vaya trabajando y se vaya compenetrando con el equipo, puede jugar fútbol profesional tranquilamente. Teammate が帰った後も元気さんの練習は続きます。今練習しているのは無回転シュート。自分のものにし監督へのアピールに役立てようとしているのです。守ってる時にボールの予測ができないんですよ。どう落ちるとかで、反対にキーパーの手前とかで落ちられたらキャッチがなかなかできないですし、なかなか難しいボールです。ペルーではまだ使う人が少ないという無回転シュート、フォワードの元気さんにとって大きな武器になるはずです。ラマス普通飲んでなんか動物園に面白いな。いつでもプロとして戦えるよう元気さんのハードなトレーニングは続きます。練習が終わり自宅に戻った元気さんは真っ先にテレビの前へ。くしくもこの日はワールドカップ開催だ。そこには華やかな舞台で活躍する同年代の選手たちの姿がありました。南米ペルーで練習生としてチームに参加しプロサッカー選手を目指す中村元気さん。この日練習を終え下宿先に戻った元気さんは真っ先にテレビの前に。くしくもこの日はワールドカップの開催日。そこには華やかな舞台で活躍する同年代の選手たちの姿がありました。そうですね、やっぱすごいなと本当に思いますね。この年でワールドカップ経験できてすごいと思いますし、団体にその羨ましい気持ちもありますし、負けてられんなっていう気持ちにもそうになりますし。プロを目指すにはギリギリの年齢、そしてチームの解散という不運。どん底の中でも強い意志で走り続ける元気さん。それを支えてきたのは日本で味わった屈辱の日々でした。プロサッカーっていうことを口にするだけで誰もが笑われますし、すごいバカにされることなんか多々ありましたし、そんな中とりあえず自分できることをもうしっかりやっていって、
今こうやって近くまで来れましたし、僕としてはもう全然笑ってもらっていいですし、バカにされることだって全然もういいですし、反対にそれを見返してやるって気持ちに跳ね返せるんで、すごい、やっぱ両親には不安とかすごい感じさせると思うんですけど、とりあえず今はそれは結果に残して安心させるしかないと俺は思ってますいう、思いと、まあ、練習風景とか見ていただきましたけども、お父さんいかがでした？あ、まあ、あの生活環境がね、はい、ある程度ちゃんとしたところで生活してるっていうか、はい、分かっただけでもね、うん、もう良かったです。あの行ってすぐにあのピストル つけられて、はい、あの携帯を取られてしまったって言ってすぐ連絡があったんで、だからどんなとこなんだろうと思ってすごい不安だったんですけど、はあ、なんかちゃんとガードがあるので、あ、これだったら安心かなとか思って。そんな情報入ってきたらそんな心配しますよね、行ってすぐにね、はい、もう自分らで言うたら分からんとこやから。もともと子供の時の元気さんどういうお子さんだったんですか？やんちゃだよね、うん、まああのサッカーはね一生懸命やっててね、はい、小さい時からやってたんで、体がね小さくて。あ、そうなんですか、うん、そんな今も全然見えないですけどね、うん、まあ子供の頃はね、もう人よりどんどん小さくて、はい、どうしても体力負けしてたんですよね、あの小さい時は。だからやっぱそういうふうな部分で、はい、まあ、少しずつ負けん気は出てきたんでしょうけどね。逆にそれがもうバネになって、うん、全部悔しさとかを全部自分のバネにされてる感じでしたね。はい、あまあね、契約できるチャンスがあるのかなって気がしますけどね。でもあのすごく仲間の方からも信頼されててそうですね、いいやつで終わるんじゃないかなと思っていやいやいや、そのいいやつが大事ですよ、やっぱりチームですから。そうですね、ね、サッカーだからね。この、 あのお届け物を、ね、あの知るとこ、はい、はい、引き続きまた VTR ご覧いただきたいと思います、はい、よいしょ、もう一度ペルーに。この日グランドには練習生だけでなくプロ選手も含めたチーム全員が招集されました。しかしチーム監督の姿はなく、代わりにやってきたのは意外な人物でした。誰や、このちゃん。ええあの人責任者的な人だと思うんですよ。あの週末の試合で監督負けて3試合で1分け2敗ぐらいしてるんですよ。だから下手したら首が飛んだかもしれないですけど、監督がまた変わったらアピールし直さないといけないし、状況は大きく変わりますよね。リーグ戦の連敗から昨日までいた監督やトレーナーが全員解雇されたというのです。ラモン・ニフレン総合監督、元ペルー代表の選手でワールドカップにも2度出場。すごいして。かつては名門クラブであのペレやベッケンバウアーと共にプレーしていたペルーサッカー界の重鎮です。こんな人来たで、これ彼の目に留まれば即プロ契約につながる大きなチャンスです。この後プロ選手対練習生のミニゲームが始まります。元気さんのポジションはフォワード。コートの半分ほどのスペースで行うミニゲーム。ゴールキーパーはなし、時間は10分間。プロ選手にとっては軽い練習程度のメニュー、しかし元気さんにとっては人生のかかった10分間なのです。元気さんにボールが回ってきました。ゴール前にボールを出しますが、タイミングが合いません。5分を経過した頃、プロ選手チームにゴールを決められてしまいました。間もなく10分、このままアピールできず終わってしまうのか。その時元気さんがうまくボールをキープし、ゴール前にディフェンスを一人かわし、見事ゴールを決めました。ここで試合終了。なんとか見せ場を作ることができました。しかし